国色オベリスクは黒石灰岩製のアッシリアの彫刻作品であり、多くの場面が浅うき彫りで描かれ、碑文が刻まれている。シャルマネセル3世の辞跡を記念したもので、北部イラクのニムルドで発見された。大英博物館で展示されており、他のいくつかの博物館がレプリカを置いている。現在までに発見されている2点のアッシリアのオベリスクの一つであり、もう一つは、 アッシュル・ナツェル・パル一世の白色オベリスクである。歴史学的に重要である。これは、旧約聖書の登場人物イスラエル王イエフ、マイナスを描いた、最も古い古代の描写であるためである。このオベリスクの碑文に登場する、要をイエフとする、伝統的な見解は、複数の学者から疑問視されており、こうした学者らは、要を別のイスラエル王ヨラムであるとしている。また、 非文で言及されているパウサーはペルシア人に対する最古の言及でもある。特定可能な地域及び人々から効能が集められていることがわかる。黒色オベリスクは内戦時の前8 2 5年にニムルドの中央の広場に公共の記念碑として混流された。そして西暦1846年に考古学者オースティン・ヘンリー・レアード教によって発見され、現在では 大英博物館に収蔵されている。各面に5層ずつ、20のレリーフが刻まれている。各層がそれぞれ異なる5人の征服された王たちを描いており、彼らは、アッシリア王の前にヒレフシ水着物を捧げている。彼らは、上部から下方へ、順番にギルザヌのスワ、ビートを無理のヤウア、ムスリの名前不明の君主、スヒノマルドゥクアピルーズル、パティンドクアルパルンダである。 それぞれの場面がオベリスクをめぐる4つのパネルで構成され上側に刻まれた設計文字文書で説明されている。これらのレリーフの上部と下部にはシャルマネセル3世の年代記を記した長文の設計文字文書がある。これにはシャルマネセル3世とその最高司令官が地政31年まで毎年を行っていた遠征がリストされている。いくつかの特徴から このオベリスクが最高司令官ダヤナシシュールによって建てられていた可能性があり得る。シャルマネセル三世にひざまずくイエフエヒブ。これはイスラエル人内主ユダヤ人の君主を描いた唯一の古代中東の肖像である。いや、エイマールフウムリアイ、オムリの古いエフ城から二番目の層は現存する最古の旧約聖書の登場人物の図像を含んでいると考えられている。 この層に描かれている人物の名前は MIA、AMR マフーウムリアイであるとみられる。ヘンリー・ローリンソンによる1850年の代表作、オンザ・インスクリプションズ・オブ・アシリア・ a b y バビロニアにおける原文訳は次のように説明されている。第2層の蜜着物は、フビリの子、ヤフアによって運ばれたと述べられている。 この君主はオベリスクに刻まれた年代記で言及されておらず、それゆえにどこの国の人物だったのかについて私はわからない。一年以上後、エドワード・ヒンクス氏によって聖書とのつながりが指摘された。彼は1851年8月21日の日記に次のように書いている。このオベリスクに描かれたたちの一人をイスラエルの王、イエフと特定する考え、 この点に自分自身を満足させ、これを発表する手紙をアテナエウムに書いた。ヒンクスの手紙は同じ日にイギリスの文芸雑誌アテナエウムでニムルド・オベリスクというタイトルで発表された。ヒンクスによるこの特定は現代では聖書考古学者たちの一般的な見解となっている。ヤフアとイエフの童貞はジョージ・スミスのような同時代の学者や同様に最近では ピーター・カイル・マッカー,アーターやエドウィン・ティーレによって疑問視されている。彼らはイエフがオムリカの人物ではないことや、音訳及び、変年の問題に基づきこの童貞に疑問を投げかけている。しかしながら、この名前はオムリの子ヤウと読み、聖書に登場するイスラエルをイエフとみなすという貧屈の見解に従うことが一般的な見解となっている。このオベリスクは、 前8 4 1年に、イエフが蜜着物を運んできたか、あるいは送ってきた様子を描いている。イエフは、イスラエルとフェニキア及び、ユダの同盟を破棄し、アッシリアに侵入した。この場面の上のキャプションは、アッシリア設計文字で書かれており、次のように訳すことができる。世は、オムリの子ヤウアの蜜物を受け取った。銀、金、黄金の容器、剪定の黄金の壺。 黄金の手記、黄金の桶、鈴、王尺槍を。黒色オベリスクのレプリカが、シカゴのシカゴ大学東洋研究所、ケンブリッジにある、ハーバード大学のセム博物館、ワシントン DC にある、アメリカカトリック大学のセム学科にあるイッカー、ライブラリー、オレゴン州セーラムにある、バン大学のプレビットイコールアレン考古学博物館、ミシガン州ベリアンスプリングスにある、 アンドリュース大学のシークフリード H ホーム博物館、ペンシルベニア州ピッツバーグにあるケルソー、中東考古学博物館、ニュージーランドのクライストチャーチにある、カンタベリー博物館、デンマークにある、オーフス大学の古代美術博物館、オランダのオーファーアイセル州カンペンにあるティーロジェクル、ユニバーシティ・オブ・ザリフォームド・チャーチズ、東京の聖書考古学資料館にある、 シャルマネセル賛成へのユダヤ人代表団。第2層の4つの浮き彫りで構成されている。ありがとうございます。